皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。本日はこちらベベンソニーさんから最新ワイヤレスイヤホンをお借りすることができましたので、こちら皆様にご紹介させていただこうと思います。モデル名としては WFC500 という10月8日新発売の最新完全ワイヤレスイヤホンでございます。まあソニーからね、ワイヤレスイヤホンシリーズっていっぱいバーっと出てるんですけども、今回のこの C500 の立ち位置としてはエントリーモデル、まあつまりお手頃価格モデルっていう、そういう立ち位置なのかなと思います。でもお手頃価格といってもですね、税抜きでぴったり1万円、税込みで1万1000円っていう価格なので、わー激安、誰でも買えるっていう価格ではないんですけれども、しばらく使ってみた僕の感想、もう率直な感触としては、1万円でこのクオリだったらね、全然選択肢としてね、めっちゃありという感じです。完全ワイヤレスイヤホンを探している、そして高品質で末永く愛用できるものを探している、そして予算1万円くらいでなんとかならないかなっていう方いらっしゃいましたら、ドンズバでこれです。もしくはソニーのハイエンドモデル、もう3万円とかするよ、3万3000円とかするような WF の 1000XM4 とか、ああいうもの本当は欲しいんだけど、イヤホンに3万円は出せないなっていう方も十分選択肢のうちに一つ入ってくるのかなと思います。まあそのハイエンドモデルと今回のその C500 って、まあ決定的に違うのが、まあ細かくいろいろあるけども、決定的に違うのがノイズキャンセリングがついてるかついてないかだと思うんですよ。ノイズキャンセリング、まあ平たく言うと、イヤホンを装着するとイヤホンにマイクがついていて、そのマイクで環境音、電車の音とか人の話し声とか風の音とか、まあそういったものをこの拾って、イヤホンの中でもゴニャゴニャとこの解析をするんですよ。で解析して計算して、この耳の中で環境音を消すっていう、この魔法のような技術があるんですけども、それがまあノイズキャンセリングなんです。でノイズキャンセリングは素晴らしい機能だし、すごくいい機能なんだけども、それをイヤホンにこう乗っけると、お値段も魔法のようにズバーンと上がってしまうので、まあね、その3万円とか出せないけれども、でもノイズキャンセリング別にいらないかもしれないなっていう方はですね、もうめちゃくちゃもう候補の中の一つとして上がってくるかと思います。とりあえず今回この C500 ですね、3日4日5日間ぐらいもうつけながら仕事したり作業したりとかして結構使ってみたので、まあ、その感触をですね、その皆様にご紹介させていただこうかと思います。まあいろいろとあるんだけども、3つ、まずここがすごいよ C500 紹介させていただきましょう。3つ、ここがすごいよ C500、 その1、めっちゃ軽い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 。公式ページによると 5.4g だそうです。 5.4g、 まあ 5.4g って言われてもね、どのぐらいだろうって感じになると思うんですけども、まあ一番わかりやすいのこれかなと思いました。100円玉、100円玉は 4.8g なんで、まあ 0.6g 軽いんですけれども、100円玉を手のひらの上にポンと転がしていただければ、まあこれが大体おおよそこの C500 の片耳の重さと思っていただいて、まあ遜色ないかなと思います。まあね、パンと置いた時には、ああ、まあなんか物が乗っかってるなという気持ちはわかると思うんですけれども、しばらくするとさ、忘れちゃいそうな軽さじゃないですか。もうこのぐらいの軽さなんですよ。で、このケース自体もすごい軽いので、この C500 両方ともしまって、このカバンの中に入れてもね、全然何の問題もないぐらい、全く荷物にならない、もうね、驚愕の軽さでございます。もちろんね、音もすごくいいですけれども、高機能なんですけれども、もうこの中にそんなにいろいろ詰まってるのかっていうぐらい、もうびっくりするぐらいのもう軽さでございます。その2、ここがすごいよ、C500 に、めっちゃフィットする、めっちゃフィットします。このね、丸みがね、多分ね、相当この計算し尽くされていると思うんですよ。すごいこのね、耳の皮膚とこの C500 のこの丸みに対するこのフィット感、この接地面積がね、めちゃくちゃでかいんで、もうね、違和感が全くない。本当つけてて疲れるってことは全くないし、重いってことも全くありません。しばらくつけてると、でもうむしろつけてることで忘れてしまっちゃう、もう忘れてしまうぐらいに、もう実際これね、つけながらその色々この作業したりとか仕事したりとかしたんですけれども、なんかね、これ聞きながらなんかね、ボイシーとかさ、スタンド FM とかなんか YouTube とか見たりとかすると、もうね、自然体すぎてね、まあ、つけてることで忘れちゃうぐらい、本当もね、そのぐらいの心地よさなんです。全然違和感がない、フィット感がマジで半端ねえ。でこれ僕の個人的なところではあるんですけども、僕はね、左耳にこの大きいピアスをしてるんですよ。でこの有線ケーブルとか足が出てるイヤホンとかだと、こうね、ピアスとね、このイヤホンがね、カチャカチャってってね、結構ね、違和感があったりとかね、うるさかったりとかするんだけども、しばらく使ってて思ったのは、あ、ピアスとか結構してる人もね、これね、いいかもしんないっていうこと。
でございます。でね、ちょっとこれはね、大変に申し訳ないんですけど、以前、そのハイエンドモデル、その 1000XM4 っていうその3万円ぐらいするモデルを借りて、まあ、動画を作ったことがあるんですけども、あの時もお借りしたんですけども、その時正直ね、あんまり時間なくてね、そんなにね、こう、視聴できなかったんですよ。で、今回、たっぷり視聴したことですごい痛感したことがですね、ほんとね、このフォルムね、いいです。何の話だって感じですけども。大変に失礼ながらね、前回その 1000XM4 っていうね、まあこういう感じの形なんですけども、あれ見たときにね、なんか、変な形って思っちゃったんですよ。なんか、なんだこの形みたいな。なんか変なのって思ったんだけども、しばらく使ってね、痛感しました。これはね、いい形ですよ。いい形します。本当にもうさっきも言いましたけどね、多分ね、計算し尽くされてるんでしょうね。本当にもう装着感もいいですしね、もっと言うと、そのフィット感がすごく良いから、ノイズキャンセリングはついてないかもしれないんだけれども、外の音がね、耳に入りにくいんですよ。なんで、正直なところ、結構高性能な耳栓みたいな感じのところもあって、これをつけるだけで、その、冷蔵庫の音とかエアコンの音とか、まあ、周りの環境音とか、まあ、もちろんそうね、外を歩いてる時につけたりとかすると危ないからね、気をつけていただきたいんですけれども、普通にこう家の中でこう洗濯物畳むとかさ、なんか家事をするとか掃除をするとか、なんかそういう時にこうつけながらたりとかしてると、全然ね、普通にね、もう極めてナチュラルに音に集中できます。すごい、いろんなものがね、もうこれつけるだけでね、かき消される。なんで、この高性能な耳栓で言ったら分かりやすいかな。もうつけるだけでかなりのものが遮断されるので、まあこれもね、より一層ノイズキャンセリングついてなくてもね、大丈夫な要素なのかなっていう感じがしますでございます。そんな場合、ここがすごいよ。C500、その3!めっちゃ充電持つ。充電めっちゃ持つ。めっちゃ充電持つ。これケース、USB-C で充電できます。で、USB-C のケーブルをつないでフル充電しました。で、フル充電した後に耳にこの装着します。で、そこからですね、音楽再生に関してはなんとびっくりすることに10時間連続再生ができるそうです。最大10時間。10時間ってすごいですよね。1日で使い切れるかどうかっていう感じのレベルだと思うんですけども、どうでしょうか。で、10時間もしその聞いてしまって、その充電が切れましたとなったならば、ケースにしまって、このケースからの充電。ケースにもそのね、充電器の機能がついてますので、このままこう充電しますよね。放置しますよね。で、このフル充電された状態でもうさらに10時間いけるみたいです。なんで USB-C を挿して、このケースごと充電しておけば20時間までいけるっていうね、そんなもうね、もう化け物級の、もうロングライフでございますよ。まあ、外でね、音楽聴いてたらね、バッテリー切れて、っていうことはまずないと思っていただいて大丈夫かと思います。で、音楽再生に関しては連続10時間がまあ最大なんですけども、通話。に関しては連続通話時間が5時間らしいです。5時間。なんでそのオンラインのミーティングとか、コンサルとか、レッスンとか、なんかズームオンライン飲み会とかに関してもですね、まあかなり自由にいけるんじゃないのかなと思います。まあ僕自身も結構そのズームのオンライン飲み会とかよくやるんですけども、まあ大体1回開催すると楽しくてこう、ついついこう結構長い時間やっちゃったり、皆さんもあると思うんですけども。で、その中でよくあるのが、まあ1人2人ぐらいですね、あ、ワイヤレスの充電切れたみたいな感じで、ケーブルみたいな感じでこのバタバタする人が現れるんですよ。なんか心当たりありませんか5時間もでもまあいけるでしょう。5時間あればまあいけるでしょう。で、まあ仮に今回の飲み会めちゃくちゃ楽しくてなんか盛り上がってこのまま続きそうだなと思ったならば、3時間ぐらいの時にその片方外して片方充電回すわけですよね。で、片方だけでその飲み会を続けていると。で、こっちの充電が切れたらまたこの入れ替えて、で、また充電切れたら入れ替えてって感じでやっていけば、まあね、もうずっとなんか夜始まったオンライン飲み会が深夜に突入して朝になって、まあ昼ぐらいまではまあいけんじゃねえかなっていうぐらいのそのね、強い味方かと思います。そんな感じでこうね、通話に関してもね、最大5時間までいけるというね、そのロングライフなのかもね、ここがすげえよっていうところかなと思います。そんな感じで軽い、めっちゃフィットする。めっちゃ充電持つ。この3つが結構重大なところかなと思いました。で、音質に関しては正直なところ、言葉で言えないことがたくさんあるので、まあ本当に一言めっちゃいいっていう話になってしまうんだけども、これに関してはね、ちょっともう体験していただくのが一番手っ取ればいいんですが、まあ、ね、ホームページ覗いていただければわかると思うんですけども、まあすごいいろんな技術が集約されておりまして、もうめちゃくちゃ高音質でございます。これはもうね、言わずもがな、全然音、もう本当何の申し分ないぐらい、めっちゃいい。もう普通にいい。普通にいいっていう言い方が正しいかどうかわかんないけど、もう何の問題もない。僕一応ちょっとだけ話をすると、僕はその音源を聞いてそのイヤホンとかを視聴するときに、ドラムの音をよく聞くんですよ。ドラムの音。
ドラムの音が一番レンジが広いっていう言い方するんだけども、低音も聞こえるし中音も聞こえるし高音も聞こえるしみたいな感じで、いろんなこうねイヤホンとかヘッドホンとかの特徴を捉えられると思っているんです。でまあいつも通りねそのイヤホン C500 を装着して僕のソロアルバム2020っていうアルバムがあるんですけども、まあそれをね聞いてみた時に、思ったのはやっぱり単純にそのねバスドラムのドンっていう低音すごいいいです。でこのシンバル類のきらびやかな高音もすごいいいです。もうねきらびやかもう伸びやかバーンつって、で何よりも特徴的だなと思ったのがスネアとかバスドラの革の音、バスドラムを踏んでこのビーターがその、ね、ボンっていった時のこのデヒって音、そしてこのスティックでその、ね、ヘッドスネアを叩いた時のこのスネアのヘッドのベシンって音、この辺の中域の音がねすごいね近いっていうのがですね一番の印象でございました。だからね音が飛んでくるっていうのかな、近いっていうのかな、すごい身近にあるっていうのかな、なんか速い感じがしましたね。立ち上がりが早い。で音の分離とかももちろんいいんで、ドラムの音、ギターの音、アコギの音、ボーカルの音、コーラスの音もそれぞれすごいよく聞こえるからね、リスニングにもいいかと思いますし、まあ耳コピとかねそういった作業とかにもすごくマッチしているのかなと思いました。音質に関してはねもう本当ね申し分ない申し分ない、ちょっと言葉で伝えられないからね、ちょっとこういう言い方するとなんか薄っぺらいかもわかんないけれどもね、本当に申し分ない、もうそれだけ、ただひたすらそれだけでございます。そんな感じです。まあ、いろいろこんな機能のこととかもね、話をしていきたいので、ちょっと画面を切り替えて、その辺の話もしてみましょうか。まあ、今回このねボタンが右耳と左耳についてるんですよ。このボタンを使った操作とかの説明をさせていただきます。ちょっくら画面を切り替えてどうぞ。それではちょっから機能の説明とかスマートフォンの連携とかを紹介させていただきましょう。とりあえずケースを開けてこのままイヤホンを取り出せば、これで自動的にイヤホンの電源がオンになります。でスマートフォンとのねペアリング連携を済ませておけば、ケースから取り出すだけで自動的にここですね、WFC500 と出てきました。こんな感じで Bluetooth 接続も完了でございます。でこれで今、再生すれば音が出る状態なんですけども、右耳と左耳にこの1個ずつボタンがありまして、まず右のボタン、こちらこれを一回押すと再生します。こんな感じで。で、もう一回押すと停止。で、二回ポンポンって押すと次の曲に行って、三回ポンポンポンと押すと戻る。こんな感じです。で、左耳のこのボタンに関しては、一回押すごとにボリュームが上がってきます。ボリュームがどん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 と上がりましたね。で、長押しをすることでボリュームが今度は下がっていきます。長押し。下がってます、下がってます。まあ、こんな感じでその自分の気持ちの良いボリュームを探してまあ調整をしていくっていう感じでしょうか。こっちで再生とか停止とか曲送りとか曲戻しとか、そして左側のボタンでまあボリュームをコントロールすると、そんな感じです。で聞き終わったらそのままケースにこうパコンとしまえば自動的にイヤホンの電源切れて充電されております。でこっちの Bluetooth 接続ですね、こっちのスマートフォンの本の連携も切れて、まあ、再生が停止されるというそんな感じです。でまた聞きたいときはですねケースを開けて耳にはめて再生ボタンを押すか、もしくはこのボタンをポンと押すかで再生して、でまた戻してうんたらかんたらという感じでございます。まあこんな感じですごい便利な世の中でございますよね。これで快適に音楽が聴けるかと思います。そんな感じです。てなわけで今回はこちら WFC500 というソニーの最新ワイヤレスイヤホンのご紹介でございました。いかがだったでしょうか。何度も言うようですけども1万円でこのクオリティはねびっくり驚愕でございます。イヤホンに対してねあんまりこのお金を使ったことがない方からしてみると1万円かちょっと勇気いるなっていうふうに思うかもわかんないんですけども、あのね後悔しない買い物だと思いますよ。普通に音質いいですし、その全く遜色ないです。でアプリとかを使ってねいろいろこの遊べたりとかもするので1万円ちょっと高いと感じるかもしれないですけども1回使えばね納得だと思います。そしてかなり長く愛用することに、なるかと思います。全然ねそのコストパフォーマンスというかそのねあのコストとして考えた時にですね全然あの見合うものだと思いますので、まあ選択肢のうちの一つとして考えていただけたら幸いでございます。そんな感じでございました。で最後に1個だけちょっともういろいろこうね使っていく中でね僕は一つだけ気になったことがあるのでそれだけちょっと紹介させていただきます。それは何かと申しますと、あの単純にあの蓋が硬い、あの本当にこの蓋のトルクがですね結構硬くてですね、片方の手で押さえて片方の手で開ければ全然何の問題もないんですけども、カバンの中とかねポケットの中からねゴソゴソと出してカジュアルにそのスナック菓子を開けるかのようにパーンと行こうとするとすげえ硬くて厳しいです。できなくはないんですけども、ちょっと僕練習したからできるけど練習したからできるけどね結構大変。
普通にこうねパート聞いた時にこうねあーって行こうとするとあーって感じで、ちょっとうんっていう風になります。なので電車で使うよと考えている方、電車に乗りました、座りました、開けてイヤホンつけました、で乗り換えでイヤホン外してケースにしまいます、乗り換えて座ってイヤホンたらかんたらって感じで、この開け閉めをねカジュアルにこう何回も何回もすることを想定している方はちょっと覚悟してみた方が、いいかなと思います。僕は基本的にそのカバンの中にこのイヤホン、突っ込みっぱなしにしておいて、で、このイヤホンを出して、うんたらかんたらって感じやってるんですけども、結構ね、その片手で、開け閉めがね、簡単にできないっていうところにね、うーんっていうふうに、なることが多かったように思います。まあ、大したデメリットはないんですけども、まあ、僕が唯一気になったことということで、ちょっと紹介させていただきました。そんな感じでございます。まあ、そんな感じですね、今日もだいぶ長くなったと思うんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、こちら WFC500 検討してみていただけたら幸いでございます。それでは、また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。